嵐、なんでこんなところで寝ているのよ。サスのチェックをするって言ってなかった？嵐はただいまメンテナンス中です。サービス再開までしばらくお待ちください。サボり、そんなグデッとして。まさにグデアラね。なんとでも言え、人は十分な休息を取らねば働けないんだぞ。休息ね。そういえばそろそろ食事の時間だったわね。なるほど、道理で腹が空いていたわけだ。私にとっては厄介なアラート機能だよ。空腹も面倒ってこと。さすがね。私、外で何か食べ物を仕入れるつもりだけれど、嵐もお腹が減っているなら一緒に来る？外？いいか新兵、よく聞きたまえ。町は危険がいっぱいだ。下手をすれば一般市民に取り囲まれるし、カラスどもにはつつき回される。ファンとマスコミか。有名人は辛いわね。だけど結局はそれって面倒だと思った。わざわざ出なくても支給品のレーションで十分だ。必要最低限、過不足のない栄養摂取、素晴らしいだろ。そこまで効率を重視する？もちろん。それにレーションなら今すぐに食べられるぞ。私がおごるから、重ねも一緒にどうかな？どうあっても外に出たくなさそうね。分かったわ。今日はここで食事にしましょう。バーン！やはりコーラは最高だな。これぞ至高の飲み物だよ。そう、よかったわね。ところでこのレーション、しょっぱくない？そうか？全体的に濃い味付けならわかるけど、塩味だけが立ってるのはバランスが悪いわよ。ほーん、意外だね。重ねも私と同じように味など頓着しない方だと思っていたよ。そうね、言われてみればもともとこだわりなんてなかった気がするけど、きっとお姉ちゃんの料理を食べていたから、いつの間にか変わったのかもしれないわね。彼女、料理も好きなのか。手作りの髪飾りといい、器用なたちなんだね。ええ、小さい頃からの趣味だったの。断るごとに味見させられてたし。なるほど。それでレーションはお気に召さないと。気に入らないわけじゃないわ。バランスが悪いって言っただけよ。でもそうね、私が慣れ親しんだ味のレベルが高すぎたのかもしれないわ。やれやれ、一体何の自慢を聞かされてるんだか。血はつながっていないのに、どうして君たち姉妹はそれほど仲良くなれたんだろうね。お姉ちゃんが優しかったからよ。お姉ちゃんがいなければ私はあの家で暮らしていけなかったもの。家族と何かあったのかい？いろいろとね。引き取ってもらったんだから感謝はしてる。だけど両親にとって私は家族じゃないから。でもお姉ちゃんだけは違ったわ。ずっと私をかばって守ってくれていた。だから私だって何を引き換えにしてもお姉ちゃんだけは守りたかった。なのに。重ね、私はナオミをよく知らない。一緒に戦えたのは短い期間だったからね。それに、嫌な言い方になるが、君が大切にしている髪飾りやナオミの料理の味のことも、私にはその価値や有益さがわからない。けれど君がそれらを語ってくれたから、私にもナオミの人間性が見えてきたよ。君はいい姉さんと巡り合ったんだね。ええ、そうね。ごちそうさま。よし、面倒な食事も終わったし、そろそろサービス再開と行こうかな。ようやく仕事する気になったみたいね。ああそうだ、重ね、今日レーションをおごった分、後で仕事を頼むからよろしく。仕事？いや、さっきのナオミとの話を聞いていると、重ねは義理がたい性分らしいからね。
守られたら守る、つまり今回で言えば奢られたらその対価を返す、そうじゃないと居心地が悪いだろ。君のことをおもんぱかってのことだよ。仕事の内容は後で詳しく話すとしよう。では失敬するよ。あ、ずるいわよ嵐。まさかおごるって言い出したのは最初からそのつもりで。さすが嵐、筋金入りのサボりマネ、やられたわ。やはりカサネには見どころがあるな。カサネが良ければ私を師と仰いでもいいぞ。嵐流のサボり哲学を基礎から伝授しよう。そう言ってサボって何も教えないんでしょ。よくわかっているじゃないか。うん、もうカサネに教えることは何もないな。見ていて飽きないね。個人的にもますます君に興味が湧いてきたよ。何を見てそう思ったのかよくわからないけれど、理解を深めるにはいいことかしら。仲間か。これまで仲間であることなんて気にも留めていなかったけど、自分一人の力や考えには限界があるのね。これからはもう少しだけ周りを頼るようにするわ。結局、セイランの役人からの依頼は失敗してしまったね。こだまのせいだ。仕方ない。しかし、任務失敗でホッとすることがあるとはな。